シノルニトサウルスは、現在の中国にある、ギケン類層の前期、白亜紀前期やプチアンの地層から、発見された羽毛を持つドロマエオサウルス科の恐竜の属である。1999年までに発見され、最初の標本は、遼寧省西部シゴ屯トン地区で収集された。収集地はギケン類層旧仏同層に属し、1億2450万年。 前の地層である。また、別の標本が、より新しい時代の大王上地層の1億220万年前の地層から発見されている。ジョボ星により記載と系統解析が行われ、原始的なドロマヨサウルス化の属であると示されている。また、女性によれば、頭部と肩の特徴は、基礎長や他の浴び洗いに類似している。 これらの二つの事実は初期のドロマエオサウルス科のメンバーは後期のドロマエオサウルス科よりも鳥と似ていたことを示す。この事実は鳥が恐竜から進化したという説に対する批評家たちによる論争を起こした。つまり、ほとんどの鳥に似た恐竜は最初期の鳥よりも後に現れたということである。シノルニトサウルスはドロマエオサウルス科の中で最小で、 全長は9 0トルほどである。ホロタイプ標本のキャストシノルニトサウルスの標本には、体を覆うものと翼を形成するものの双方の羽毛の印象が保存されていた。これらの羽毛は、同じ化石発掘土で見つかる他の浴び洗えのものと見分けがつかない。体を覆う羽毛は、長さが3から4 5トルほどで2種類の型があり、一つ目の方は棒になっていて、 原生の鳥のダウンに似ている。腕に生えているものを含む第二の方は、現代の鳥の羽と同じような構造で、主軸に沿って並ぶ細かいフィラメントの列で構成されている。しかし、飛ぶ鳥の翼にある羽と違って、これらは風切り羽が連続した羽を形成するために持つ、小さなフックのある虹枝を持っていなかった。2010年の研究で化石に保存された細胞の構造を、 顕微鏡観察した結果、シノルニトサウルスは体の領域ごとに様々な色の羽毛を持っていた可能性が示された。エス・ミレニーの創造図2009年、カタシオン・ヒロシの率いる研究チームは保存状態の良いシノルニトサウルスの頭骨に恐竜としては初めて毒を持っていた可能性のある特徴を見出した。上顎骨の中ほどに位置する異常に長く牙のような歯に、 顕著な溝が葉の後方に向かって外面上に走っているのを発見された。これは有毒動物のみに見られる特徴である。また彼らは上顎の葉のすぐ上にある空洞は独占の難組織があった場所である可能性があるとした。このシノルニトサウルスの独特の特徴は鳥などの小型の獲物を捕獲するのに特化したもので長い牙は 現在の蛇のように鳥の羽毛を貫通し毒液を注入して動けなくして狩るためのものであると示した。彼らはまた顎の先端に位置するやや前方の尖った短い歯は鳥から羽毛を取り除くために使用されたものであることを示唆した。しかし2010年にフェデリコ・ギア・ネチニラのチームはシノルニトサウルスが有毒であるということに疑義を投げかける。 主張の論文を発表した。ギアネチンらは、溝のある歯がこの属に固有なものではなく、他のドロマイオサウルス科の属を含む、多数の獣脚類にも存在するとした。彼らはまた、この歯が先日のように異常に、長いわけではなく、むしろ思想から外れて出てきたもので、溝は潰されて平らな化石になって保存される際に、生じたアーティファクトであると示した。 最後に、ギアネチンラは頭骨には通常の見られるほらしか見つからず、カタシラが独占のありかと想定したような空洞は自分たちには見つけられなかったとした。同じ号の雑誌の中でカタシラは自分たちの発見に疑義を投げかけた2010年の研究についての再評価を提示した。カタシラは溝のある歯が獣脚類には一般的であることを認めたが、毒は すべての爬虫類ではないにしろ、すべての主流類での原始的な特徴であり、特定の系統にのみ保存されたものだという仮説を立てた。また、ホロタイプ標本の歯が完全に自然な状態ではなかったことは認めたが、著しく、思想から飛び出したものだという主張には意義を唱えた。かたしらの再評価ではまた、他のミキサイの確実な標本では、完全に間接した状態の歯でも、 同様の長さであったと主張した。なお BBC 制作のドキュメンタリー作品、プラネットダイナソーでは、毒画を使って自分よりも大きな植物食恐竜のゼホロサウルスを襲う描写がなされている。ただし、こちらでもナレーションでは、毒液袋があったと思われる場所、どうやらシノルニトサウルスは、毒で獲物を殺していたようですと断定を避ける形で説明されている。 シノルニトサウルスは滑空性の獣脚類ミクロラプトルと禁煙とされるため本種も滑空能力を持っていた可能性が何度か提唱されている。だがロングリッチ氏カリー氏による2009の研究では本種の体重が滑空するのには重すぎると指摘されている。ただし研究後にチャングラプトルというさらに大型の滑空性恐竜も見つかっていることには 留意しなければならない。蒸気のような特徴を備えていた可能性があるからといって本種は決して無敵の存在ではなかった。同じ肉食性コエルロサウルス類のシノカリオプテリクシタの化石からは本種の後ろ足が発見されており、これは両者の捕食、被食の関係を示している。シノルニトサウルスと人の大きさ比較。 シノルニトサウルスと原生の鳥類や、爬虫類との胸膜ンの比較から周皮行政である、ことが示唆される。つまり、短い間隔で終日活動していたようである。NGMC91 のレプリカシノルニトサウルスは、ドロマイオサウルス科のメンバーであり、このトガは機敏な肉食恐竜で、独特の鎌のような鍵ギ爪を持ち、デーノニクスやユタラプトルが属しているグループである。 S. ミレニーは白アキゼンキアプチアン1億2500万年前に生息していて、これはドロマイオサウルス科としては今まで発見された中では最古で最も原始的である。S. ハオイアナ及びシノルニトサウルスとされる標本 NGMC91 の化石はより新しい時代である1億2200万年前の地層から発見された。シノルニトサウルスの 羽毛の存在は、他のドロマイオサウルス類から得られた羽毛の証拠と、矛盾がない。シノルニトサウルスとして2つの種が記載されている。S ミレニーはタイプ種であり、1999年に記載された。第2の種 S ハオヤナは、新たな標本 D2140 に基づき2004年に、リュウキンエ炎ラによって記載された。S ミレニーとは、頭骨や、 全部の特徴に違いがあり、主相名は中国の古生物学者、閣位順に懸命されたものである。しかし、ターナー、マッコービッキーアン,ドンデルに従えば S ・ハオイアナを特徴づけるとされた特徴は S ・ミレニーにも存在するか、シノルニトサウルスの標本間でばらつきがあるものである。ゆえに、ターナーらは S ・ハオイアナは S ・ミレニーのジュニアシノニムであるとみなしている。 デーブという愛称が付けられた、信じられないほど保存状態の良い標本が2001年、キキョーらにより、ネイチャー史上で初めて記載された。この標本は完全に関節状態であるものの、スラブ状の化石が割れた際に、ほとんどの骨が粉々になってしまい、ほとんどの部分でこれらの骨のシルエットのみが明らかな状態だったため、標本に命名することは控えられた。 識別可能な特徴が不明瞭であるため、属は不確定である。キラは NGMC91 と S ミレニーのいくつかの標本の類似性を示唆し、両者の違いは年齢によるものの可能性があるとした。キは2002年の論文にて、他の研究者ともにこの類似性を強調し、正確な種としては疑わしいとしながらも、この標本を正式にシノルニトサウルスのものとした。 その間、スティーブン・チェカスらは、翼のプロポーションに基づき、この標本を彼らが新たに記載したシュクリプターバリンズ、パウリのものであるとみなした。系統学的な研究では、NGMC91 が S ミレニーに近縁であるという案は指示されなかった。2004年の解析で、フィルセンターらは、実はこれらは、ミクロラプトルにより近縁であることを発見した。 センターらのその後の研究では、最初の研究に使われたデータには、血管があったことが分かったにもかかわらず、ミクロラプトルに禁煙であるという説は指示された。しかし、2011年に、センターは、S ミレニーのホロタイプについての個別の調査の結果、以前に自身が行った S ミレニーと NGMCQ を別の種としたことは、解剖学的に誤った解釈に基づくものだったと、 結論した。二つの標本は、系統解析に使用したすべての特徴の状態が同じで、操順がほぼ同じで、大きな楕円形の窓を持つ三角形の右甲骨を持つという共通の特徴があることから、センターは NGMC91 は S ミレニーの標本であると結論した。ターナー、マッコービッキードンネルでも独立に同じ結論に達している。ターナーらに従えば、 NGMC91 は、ミクロラプトルザイオアヌス及び S ミレニーといくつかの子孫形質を共有している。同 C の3から4倍の長さがある細長い中ほどのオシーがなく M ズイオネスとすることはできない。他方で後方に分岐した死列というシノルニトサウルスの子孫形質は有している。ターナーらは、NGMC91 は S ミレニーの和生体の標本であると結論した。 北京博物館のエス・ミレニーの標本、シノルニトサウルスは、北京の中国科学院古跡追動物、個人類研究所の助保師、大蔵林、及びニハルにより発見された。羽毛の印象を持つ、ほぼ完全な化石が、中国、遼寧省の外見類層で発掘された。同層は、化石に恵まれ、シノルニトサウルス以前にも4族の羽毛を持つ恐竜の、 化石が発見されている。ホロタイプ標本であるアイボップ v 1 2 8 1 1は古石椎動物、個人類研究所に所蔵されている。標本、NGMC91 は中国地質博物館に収蔵されている。この標本は、両寧省両元一の藩税子発掘地で収集された。この場所は大王上思想、白秋前期アプチアン。 1>, 1億2200万年前の一部である。足の近くには淡水魚の一種リコプテラの化石も保存されていた。ありがとうございます。